ようなわけで、大阪で行われましたサラダタイムというコンサート、終わったわけですけれども、お聞きのような皆様の、素晴らしいアンコールの拍手に応えまして、また谷山ひろ子が出てまいります。出てまいりまして、何をするかと言いますと、これは大阪名物、他のところでも名物にしておりますけれどもね、天草の歌、これをやるわけです。今回は打ち合わせなしでいきなりこのように素晴らしい天草の歌ができたというところをちょっと聞いていただきたいなと思います。どうもありがとうございました。本当にこういう企画ものというかかっちりした構成もので大阪の皆さんは我慢するのが大変だったと思いますが、よくぞ最後まで、聞いてくださって、本当にしかも初めての大ホールで1回だけ見ると本当に満員に見えるこの雰囲気を作ってくださって、どうもありがとうございました。それでは静かに終わっちゃったので、アンコールぐらいは軽くいきたいと思いまして、前も何回かアンコールでこの曲はやったと思いますが、もう一回天草の歌をやりたいんですけど、いいですか？一応全然知らない人のために、1番は好きな人の名前、2番はトマト、これを叫ぶんです。どこかは大体ここだと思ったらそこで叫べば当たるも発見、周りの人に合わせて適当にやればなんとかなるんじゃないかなと思いますが、叫ぶのは2箇所だけです。よかったら一緒にやってください。それでは、今日のお礼の気持ちも込めまして、いきたいと思います。何年でも長く寝るでもずっとこうしてぼんやり
谷山ひろ子のオールナイトニッポン、今日はの大阪、この間1月15日に大阪厚生年金会館大ホールで行われました、コンサートサラダタイムの模様を聞いていただきました。2時間退屈しなかったでしょうか。ちょっと心配ですけれどもね、聞いてくださった方どうもありがとうございました。また来週からはいつも通りのオールナイトニッポンに戻りまして、いろいろコーナーもあります。こういうの1回やると必ず次の週ってコーナーはがきが全然来なくなってしまうので、覚えてる人はぜひまた書いてくださいね。勝手にニャンニャンするのもやります。漫画のコーナーもやります。人生相談もやります。恐怖の影もやります。他にもいろいろありましたね、忘れましたけどもありますので、またおはがきくださいませね。今日聞いてくださった、感想なんかももしよかったら聞かせてください。また参考にさせていただきますのでね。それでは、最後まで聞いてくださってどうもありがとうでした。いってらっしゃい。おやすみなさい。さよなら。